こんばんは、わしみです。今日は花粉症のセルフケアについてお話しさせていただきます。今日の動画は花粉症のケアをできるセルフケアの処方をご紹介します。今日ご紹介するセルフケアはいつでもどこでもできる本当に簡単なものです。ですので、いつでもどこでも鼻水や鼻づまりが解消するので、仕事はもちろんデートや外出、食事などいろいろな場面での効率が格段に上がります。まず最初に花粉症の、メカニズムを簡単に説明させていただきます。花粉症は花粉が体内に入ると抗体を作り、その抗体が脂肪細胞に付着し、一定以上の花粉が体内に入ることでヒスタミンやロイコトリエンも放出し、その物質が原因で発症を行います。アレルギーコップというのを聞いたことはありますか？花粉症などアレルゲンを、水、体をコップに例えてアレルギー症状を説明する方法です。どんどん水コップに水がたまる、花粉症でいうとどんどん体の中に、花粉が入ってきて、コップから水があふれる、花粉が一定量体に入っていくと水があふれる状態で、そのあふれた水が、鼻づまりなどの症状が出てくると言われている、そういう状態を説明するのに使われる方法です。今日ご紹介するセルフケアを行うことで、コップの水中の水がどんどん減っていき、花粉症の症状が発症するのを防ぐことができます。水でいうとこういうふうにだん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 水が減っていって、花粉が入っても水があふれない状態にしていくことができます。それではセルフケアを説明するので、ご覧ください。それではやり方の説明をさせていただきます。まず鎖骨ですね。鎖骨の付け根の下あたりをこう反対ですね、反対の手で押してやってください。そうすると痛みが、鼻づまりのある方なんかは特にそうですけど、こちらの方に痛みがあると思います。で、痛みがあるところにごくごく弱い軽い力で触れていただいて、こちらの方の手を、こういう感じですね、肩の高さに上げて肘を90度にして、でこの状態で後ろ回しにくるくると動かしてください。で、だるさがあったら手を落としてもらって構いませんので、この状態で後ろ回しにくるくる 1,2,3,4,5,6,7,8 回ぐらいですね、 8×4 セットでもいいです。でくるくる適当に回していただいて、確認すると痛みが消えてると思います。でこれを、左右何回もこういう痛いところを探して、付け根の下のところを痛いところを探していただいて、で痛みがあったら後ろ、軽く触れて後ろ回しにくる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 と回していただくと、痛みがなくなり鼻づまりが、解消されると思います。特に花粉症ですね、花粉症などあの春に出られる方なんかは、今の時期からこういうふうに解消していくと、春、花粉症の時期になった時に、随分軽減、花粉症の症状が軽減されるので、今から、ケアする方、ケアするのを、おすすめしたいと思います。今日ご紹介したセルフケアは、症状が出てからしていただいても効果はあるのですが、最良の方法は症状が出る今の時期、症状の出る前の今の時期から行っていただくのがいいです。毎年花粉症でお困りの方はぜひお試しください。以上です。ありがとうございました。